ずは椎茸の含め煮を作っていきます。先にお湯を入れて今戻しているところです。こちらにラップをかけていきます。はい、ラップをかけました。しばらく待ちます。椎茸を戻している間に鶏のささみを下準備していきます。後で裂きやすくするためにキッチンバサミでカットしておきました。こちらにお酒と白だしを入れていきます。酒と白だしを入れたら軽く揉み込んでいきます。はい、これをお皿に移してレンジで火が通るまで温めていきます。それでは戻した椎茸を使って含め煮を作っていきます。椎茸の戻し汁1カップ180cc ですね、入れていきます。そしたらこれに大さじ3杯のお砂糖と醤油、みりん、お酒を合わせたものを入れていきます。しっかりと汁気が飛ぶまで加熱していきます。落とし蓋をするのを忘れていたのでアルミホイルで落とし蓋をしていきます。だいぶ汁気が飛んできました。もう少しで出来上がります。はい、椎茸の含め煮の完成です。はい、ささみ肉が加熱できました。少しラップをしたまま放置しておきます。そうすることで中までしっとりとしたささみになります。ささみ肉が冷めたので手で裂いていきたいと思います。はい、ささみ肉の完成です。次は錦糸卵を作っていきます。卵は2つ用意します。それでは薄焼き卵を作っていきたいと思います。はい、薄焼き卵の完成です。こちらを細く切っていきたいと思います。錦糸卵の完成です。だし汁を作っていきたいと思います。まず鍋に水1リットルを入れ沸騰させます。沸騰してきたらこれに鶏ガラスープを大さじ2杯、お酒と薄口醤油を小さじ2杯入れていきます。ある程度アクを取り除いたら完成です。ご飯が炊けたので盛り付けをしていきたいと思います。それでは盛り付けしていきます。具材が4種類あるのでしっかりこう波をしていきます。冷凍ネギなんですけど、これにお出汁をかけます。はい、出汁をかけました。これで鶏飯の完成です。簡単に作れるのでぜひ作ってみてください。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。